やなチャンネルご視聴ありがとうございます。本日ご紹介しますのは消防ウポサイダーシリーズ仮面ライダー10弾エボルトの究極祭を今日は見ていただきます。さあついに出ましたエボルト究極祭ですね。これが、まあ、今回のシリーズで結構入手困難だったと言われているものです。まあ私のつもりはただ遅れてるだけなんですけど、まあ本当ね、パーツもすごいですし、これ本当ね、スピード方もすごいんですよね。こちらが手首の開いた状態ですね。ぐーっと広げてやっていきますけど、まあ、いろいろねこの衝動もやっていきながらも手首パーツをね変えるの初めてというか、手までいろいろ見てきましたけど、爪のパーツですね、手首っていうのはね、爪のパーツが変わるというのは今回初めてなんでね、いやなかなかいい感じの、広がりなんです。閉じてるのと、開いてるので、なかなかいい使い分けができると思います。究極体なんて後ろにガーディアンを、各塔の別々で並べてみました。まあ大体統一しているのが普通なんですけど、まあ私のコレクションの関係上みんなバラバラでね、ファースト、塔と帝と北斗と3つに分かれております。こんな感じの情報だからこそできる、シーンだと思います。いかがだったでしょうか。今回、仮面ライダーエボルト究極体見てもらいました。こちらの方ね、総動では出てないんですよね。ですからすごく貴重な、キャラクターだと思います。なかなか衝動でもこれしょねえ、なかなか私フットワークをまとめてくれたんで買いましたけど、もうなかなか再販でもなかなか買いにくい商品でございますが、なんとか皆さんも頑張って手に入れてください。以上でございます。チャンネル登録、高評価、コメントお願いします。